今日はですね、相模原の HRD、ハーレー業界、バイク業界ではちょっと有名な方、田村さんの作ったロードグライドに乗ってきました。すごいパワフルでしたよ。ありがとうございます、はい、あれ何馬力出てるんですか？そうですね、今152馬力でトルクが 19.2 キロぐらいですかね、何馬力って言いました今？152馬力。152っていうと、はい、もしかしたら日本一ですよ、多分僕が知る限り。そうですね、多分ミロビナエンジェルと一番、はい、今の現在とそうだと思うんですが、いやー感激しました。日本一のミルオーキー8、モーターに乗ってしまいました。すごいの作りましたね。はい、ね、僕ミーハーだから数字で踊らされてますけど、はい、どうなってるんですか、あのエンジンは。そうですね、基本はもう T マンパフォーマンスというところのエンジンキットになるんですが、うん、まずシリンダーヘッドですね、はい、こちら T マンの方でノーマルのヘッドを送って加工してもらいまして、バルブもでかくなって、はい、ポートの方もですね、彼らの方で CNC ポート加工してもらいまして、はい、でスロットルボディなんかもノーマルの 55mm からさらに大きな 62mm のホースパーインク車 のスロットルボディに変えてまして、で排気量もですね、もともと107キュービックだったんですが、今現在は128キュービックですね。128キュービックっていうと 2100cc ぐらいにはいくんですか、ね、2100ですよ、弱分とかそのぐらいなんです、はい、すごいことになってましたね。でまたはい、クランクなんかもですね、P3R っていうところ の、はい、フライホイールを利用してますので、コネクティングロードですね、こちらがもうキャリロ、まあ、有名なメーカーなんですが、キャリロの H ビームと言われる非常に強いコネクティングロードに変わってまして、でフライホイール自体のところもですね、ポリゴンクランクピンっていう三角形小結び型をしているクランクピンになってまして、もう高い精度で作られているフライホイールをもう利用してますね。フライホイールが変わってるからですか、なんかどこ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 、はい、すごい三拍子みたいなのも出てましたけど。そうですね、まあ、そこはですね、ミルウキシングルバランサーでバランサーが1個入ってるんですが、はい、まあ、こちらの方はもう取ってしまいまして、まあ、それカウンターバランサーを取っている。そうですね、まあ、ただ取っただけではなくて、もともとの設計が、まあ、フライホイールから用意するときにですね、ピストンの重さ、ピストンピンなどの重さも全部メーカーに伝えて、バランサーがない状態での設計をしてもらっているので、はい、非常に最新のバイクなのに、まあ、ハーレーらしいというか、どこどこ感のあるバイクにはなってるかなと思いますね。どこどこしてるんだけど、スムーズにも回るし、はい、高回転までぐわっと力強い走りが楽しめました。はい、そうですね、まあ、T マンパフォーマンスのいいところはもうピークパワーだけを目指しているのではなくて、やっぱりもう低回転からの乗り味ですね、上だけパワー取ろうと思えばいくらでも出せることはあるんですが、やっぱり低回転からのトルクの出方っていうのは非常に乗る上で重要ですので、そこも踏まえた上でデザインされているっていうのはやっぱり T マンらしいとは思いますね。なるほど、すごかったですよ。インプレッションは紙面で読めますので、引き続きウィザーレよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。